こんにちは柳田理香の一日一科学遠足に持っていくリュックサックもカバンの仲間と言っていいでしょうリュックサックはどのようにして生まれたのでしょうかリュックサックはもともとはドイツ語で正しい発音をルックザックと言いますルックは背中ザックは袋という意味なので 背中の袋とということになりますねリュックサックは漁師さんが仕留めた獲物を持って帰るために生まれました初めはベルトが1本しかなくて片方の肩にかけたり肩から胸を通って斜めにかけたりしていましたでもこれだとバランスが取りにくい上に肩を痛めたり胸を締め付けたりしてしまいます そこでベルトが2本ある今の形に改良されましたベルトが2本あると両手が使える上にバランスが取りやすく片方の肩だけに重さがかかったり胸を締め付けたりしなくて済みますこれはランドセルにも言えることですね今日の「1日1科学」。 背中の袋という意味。重い荷物が持てるので、山登りなどにも使われます。また明日。